統一期朝鮮は朝鮮半島及びチェジュ島、巨文島、移領島など周囲の当初、海域を合わせた地域を表す故障。ユーラシア大陸の東端に位置し、北西に中華人民共和国、北東にロシア、南東に津島海峡西水道を隔てて日本と隣接する。この地の全域を大韓民国も朝鮮民主主義人民共和国も共に 自国の領土に定めており、両国の領土は完全に一致重複している。しかし現実は朝鮮戦争以降、軍事境界線を境に北半部は北朝鮮が、南半部は韓国が実行支配している。朝鮮の名は四季の騎士の下りに見られ紀元前からあったとされるが、李氏朝鮮時代に広まった。その由来について南北朝時代に編纂された四季の注釈書、四季集には、 長安の説で、朝鮮には、湿水、清水、山水があり、三つの川は、清水,水として合わさる。おそらくここから落老は、朝鮮と名付けたのだろうとある。東大の四季中釈書、四季作品では、朝鮮とは、塩山の恩赦であると記されており、四季の時代から東大までの中国では、川にちなんだ地名とみなされていた。朝鮮王朝の感染地理書、 東国予知将欄には朝日が鮮明なるところとあり、李は朝は東方、千は千貧族の意と解釈した。13世紀に成立した朝鮮の師匠三国維持には伝説的な人物である段君が国を建てる際に朝鮮と合したという話があるが三観時代のくだら、白木、高栗、日本の師匠、中国の師匠にはこのような記載はなく、 五漢時代にはこの伝説は生まれていなかったと見られている。朝鮮の衣装や画像に三千立金州鉱山、金域、青宮、鳥林、漢、海東などがある。かつての朝鮮は半島全体を示す地域名称ではなかったが、その地域は師書によって相違点もある。漢定巻二28下には騎士が朝鮮に赴いて民を強化したという記述がある。騎士は、 いわゆる王朝としての騎士朝鮮の祖である。前館台に設置された洛郎軍の都は朝鮮圏と呼ばれており、かなり狭い範囲のものであった。現在では発掘調査の結果、朝鮮圏は現在のピョンヤン付近を指すことが定説となっている。三国志が引く儀略には、騎士が統治した朝鮮は、縁の東、両島、両生を含めた地域であると説明されている。 遺書には、北義の支配する兵衆には、落老軍があり、その下に、朝鮮圏があったと記述されている。両氏では、東京療養府、現在の療寧省療養詞はかつて、朝鮮と呼ばれていたという記述があるが、同時にかつて、平壌城と呼ばれていたという記述もある。高来を打倒して大位に就いた、李政刑は、重臣たちとともに、国語を変更を計画し、 朝鮮と数ズ氏の二つの候補を準備し、民の後部帝に選んでもらった。数ズ氏は北元の本拠地カラコルムの別名であったので、後部帝は昔前貫の武帝に滅ぼされた王朝の名前であり、平壌付近の古名である朝鮮を選んだ。そして李政権を検地朝鮮国時に封じたことにより、朝鮮は正式な国号となった。数ズ氏というのは単に、 李性系の出身地の名であり、朝鮮は、かつての英子朝鮮、騎朝鮮、ダンクン朝鮮の正当性を継承する意味があったために、こちらが本命とされており、国語を変更以前からそれを意識する儀式が行われていた。日本語を含む漢字文化圏では、半島、民族、語などの様々な局面において、この地域を何と呼称するかが問題となる。現地の朝鮮語では、 統治する国家によって南北で2種類の異なる呼び方がなされている。朝鮮民主主義人民共和国では、朝鮮大韓民国では大韓内市、韓内市、韓国と呼ばれ、互いに他方の名で呼ばれることを好まない。これらは北半分や南半分の一方を指す名称ではなく、共に全体の名称である。これは直接には両国における、 自称の国名が北朝鮮では朝鮮になったのに対し、韓国では朝鮮という国名は使われなくなり、韓が国家のみならず民族や半島をも含めた名称として受け入れられているためである。したがって、現在の韓国では朝鮮民族や朝鮮半島という呼称は滅多に使われず、反民族、韓半島が使用される。 この煩雑さを避け、政治的中立性を保つ意図で、コリア、稀に、高来と呼ばれることがある。この記事名である、朝鮮は、この地域や民族の名称として日本語において、広く用いられる故障である。古くは、この地域の人々を指す言葉として、漢人、高来人などがあり、李氏朝鮮時代には、李朝の国語から、朝鮮人という呼称が生まれた。李氏朝鮮が、 大韓帝国に国語を変えると、韓国人という呼称が生まれた。韓国併合によって、大韓帝国が消滅すると、日本は、韓国の地名を朝鮮とし、朝鮮に、本籍地を有する日本人民となったものが、法律上、朝鮮人と称されることになった。本国と植民地という力関係を反映し、朝鮮人や、これを略した。 先人という呼び方には見下すようなニュアンスが込められがちであるため、朝鮮出身者、朝鮮の方といった遠回しな言い方がしばしば使われた。朝鮮総督府は内地人に先人と呼ばないようしばしば呼びかけ、多くの文書で朝鮮同胞との呼称を用いた。旧陸軍においても朝鮮人兵士に対して朝鮮人や先人の語を使用しないよう指導がなされていた。 日本の朝鮮統治が終わった後も、このような傾向は続き、現在に至るまでも、面と向かって、朝鮮人というのをはばかる風潮が存在する。しかし、朝鮮を統一名称とみなしている、または韓国を支持しない等々様々な理由から、在日朝鮮人が好んで、朝鮮人を自称するケースもあるため、必ずしも別称とはみなされていない。韓国、北朝鮮の成立後は、 全体を漠然と刺すときは従来通りの朝鮮人が多く用いられ、特に韓国の国籍を保持するものを韓国人と呼んで区別している。韓国人の対立概念として朝鮮人を使用する場合には北朝鮮を正当国家として支持するものや、または朝鮮籍の在日朝鮮人を限定して指すこともある。マスコミでは、韓と朝鮮との区別が 問題になることを避けるために漠然と朝鮮民族と称することが多い。日本語では朝鮮族という言い方も存在するが、これは中国吉林省延辺朝鮮族自治州を中心に中国東北部やロシア沿海地方などに住む朝鮮民族を特に指すことして使われる。英語など漢字文化圏以外の多くの言語では中世の高麗王朝に由来するコリアン、コーリーン、 カーリーナーなどで呼んでおり、朝鮮と藩との区別はない。朝鮮通り、宝日本においては、王室の姓をとり、李氏朝鮮もしくは、李朝の故障が用いられていたが、近年では、李氏朝鮮を、朝鮮王朝と言い換え、古朝鮮と朝鮮とで呼び分ける立場が、日本の朝鮮史研究者の間では、主流となってきた。文部科学省は2002年に、李氏朝鮮という故障について、 表記が不適切との検定意見をつけた。その理由を日本における学術研究の成果を反映したためとし、特に朝鮮史学会での呼び方に習ったことを強調した。韓国においては、著尊は古称、画名としても認知され、そのような文脈に限っては抵抗なく使われることもあるが、北朝鮮式の古称であることによる聞きのみならず、日本語読みの 朝鮮は差別の意味合いを持って受け取られることがある。また、ヘル朝鮮に見られるように、朝鮮王朝時代の更新性からネガティブなイメージの故障として受け取られることがある。南北をひっくるめて論じるときなどは、反民族、韓半島などというのが普通であり、かつて日本の保守系新韓八式人の一部も、このような用語法を用いた例もある。北朝鮮では、ハングルなど読み方が、 韓語を連想させるような語彙は嫌われることもある。北朝鮮の日本向け日本語放送、朝鮮の声放送では、諸村の故障が用いられる。原文、朝音、牛尾寺家京犯戦音戦も、有酸水湖名なりさん一音、国在東方先受け朝日の光線湖名朝鮮、意味によって発音も異なり、先例の線は、戦、戦勝の線は、戦である。文部科学省は、 前年2001年に作る海教箇所における李氏朝鮮という故障について大韓民国から修正を要求されたが明白な誤りとは言えないとして拒絶したことがあった。その翌年2002年の検定意見で李氏朝鮮という故障を不適切としたことについて文部科学省は韓国の要求に応じたのではなく学術研究の反映であると説明した。 同年の検定意見では、ミマナ日本付説の是非に絡む和日本は、彼を根拠地として、くだらを助け、くりに対抗との記述にも検定意見をつけて、近年はミマナの向上的統治機構の存在は支持されていないと説明した、山本七平など、ありがとうございます。